待ってます。はい、皆さんこんばんは。今日は田中さんはなんかバレー部の感じになってそれは寒いんです。確かにね。はい、ですね、今日は第9回になります。ちょっとここ最近はテーカリウム結晶とか内科系ですか、テーカリウム結晶じゃないや、帯同困難とか息切れとかそういう内科系の疾患が結構ありましたけど、ちょっとねより救急っぽい勉強もした方がいいなというふうに思いましたので、今日は外傷をメインにやっていきたいなと思っております。予習はしてきましたか？だいたいこれね、うちの病院はこの ER なんだ、京都 ER ブックっていうのを使ってやってます。はい、なので外傷って結構救急医がこう熱くなる部門なんですけど、ちょっとその三郷の ER は二次救急なので、なかなかこう多発外傷とかがね来ることはまあないんですけど、まあ、基本は抑えておいた方がいいですよねってことと、まあ、何かこう紛れてくることがあるかもしれないですし、もしくは3年目以降になってこうバイトとかねしたりした時に、まあ、僻地とか行くともうそこの病院しかないので何でも来るわけですよね。そういう時に、まあ、一応ねこう外傷の ABC アプローチぐらいは知っといた方がいいんじゃないかなと思って、基本を今日伝えましょうってことにいたしました。ちなみに毎週木曜日来てる箕輪先生は日本にですね、米国から外傷のなんていうのかな、まあ、プログラムコースか、外傷のコースをこう持ち込んだ結構なんていうの、開拓者、パイオニアか、パイオニアなんですよ。なので知ってた、我々世代ではもう伝説の救急医箕輪って感じですね。教科書もたくさん書いてますよ、ね、人も多分外傷は相当大好きなんじゃないかと思ってますけど、はい、ということで、ちょっと今日はですね、最初いつも通り朝礼30分かかんないかもしれないですけどやって、で後半小野先生にいわゆる JA テックですね、外傷のレクチャーをやっていただいて、で来週はですね、初の試みですけど、シミュレーション、シミュレーションをやります。だから症例っていうよりも実際に皆さんにこう手足というか動いてもらって、その辺に人形があるでしょ、人形を用いて、ちょっと確認して、あ、これか、坂野さん聞いていただいて、これじゃないかもしれない、なんかね外傷に特化した人形がある。もうなんかさっき話した感じだとマネキンでもいいって話したんでか、人は、まあシミュレーションを来週はやろうかなと。ちょっと初の試みだからうまくいくか分かんないんで、ちょっとうまくいかなかったら本当ごめんなさいって感じでやってみる感じでした。 JTEC 僕も受けたのは何年前かな、5、6年前かもしれない。ですよ、だいぶ前じゃない。僕もそうですね、職研修終わった瞬間ですね。だいぶ前だな。はい、まあ、はい、まあやっていきましょうかね。また今日はズームは藤田和義、東京医科歯科大学大学院生、看護研究をしてる男。あとは緑川先生とかはいないんですね。はい。Facebook は今ね4名ぐらい視聴していただいていて、おります。ありがとうございます。先週のね、はい、帯同困難、血ガスのセッションはね、再生回数がすげえ多かった。やばいな。普段ね、2、300回ぐらいしかないのに、リーチが800ぐらい見てるな。ちょっと、そうなってくると今度は、ね。ごめんごめん、まあ、そういう、ね、余計なプレッシャーはいらない。維持しなきゃいけないって。はい、失礼しました。まあ、三郷健和病院の1年生のために行ってる。ネットから適当な画像を拾うとかできなかった。勉強会なので。それと、Facebook の人にじゃご視聴くださいっていうくらいでいいかと思います。うん。これかな。
今日はね、またあの2年目研修医の坂田先生がプレゼンターをしていただいて、まあ、ツッコミを私とも先生でやっていくというようなスタイルですね。はい、じゃあ坂田先生お願いいたします。今日は坂田先生のオリジナルのデザインですかね。かっこいいですね。初期研修2年の坂田です。じゃあ私の方からは当院で経験した講座対象をプレゼンさせていただきます。もうあの高エネルギー会社とかではないんですけど、40歳代の男性で救急隊からの入電情報はこんな感じです。当院内科にかかりつけでハイエースと軽自動車の接突事故です。一応患者さんは衝突中ハイエースを運転してたら約20キロのスピードで軽自動車が後方から追突されました。の 頸部のカラーを固定して搬送されました。現場到着時の状況は意識はクリアで呼吸数は18、脈拍94、血圧158の100、サチュレーションは 100% で、はい、体温は36度8分、で一応右腰部痛がありまして頸部の違和感があるということでした。はい、ありがとうございます。救急隊からの情報ですね。これは、まあ、いわゆるもう誰がどう見ても外傷って感じですかね。たまにあの SH を起こしてその結果が交通事故を起こす人はいるかもしれないですけど、これは明らかに後ろから追突されてますので、あの、まあ、いわゆる外傷ですよね。ということでここからやることは、あ、これですね。ちなみにこれ右下のやつはついにラインスタンプ計画が進行しているようで、新しいキャラクターの新しいバージョンがなんか出てる。金を取るんですか。それは副業規定に反するかなって。大丈夫かな。なるほどね。楽しみですね。外傷はなんか流れがあったでしょ。だいたい流れどんな流れだった。OK。大雑把に枠組みを作ると、まず第一印象を見るんですよ。救急隊が現場じゃないや、病院到着したら、まあ、基本お迎えに行くんですけどね、救急車から降りてくるところから、処理台に乗っかるまでの、まあ、30秒ぐらいのところで、まあ、第一印象。で、まあ、大体救命センターとかだと、まあ、研修医がそこに最初やるんですよね。で、指導医の先生に、まあ、第一印象を伝えて、始まっていくわけです。その次はプライマリーサーベイです。プライマリーサーベイの何たるかはまた後で説明しようと思いますけど、もしくは後でこの先生のレクチャーで説明があるかもしれない。で次はセカンダリーサーベイ。こういう順番で流れていきます。で2日目以降がターシャリーサーベイとかね。ターシャリーって3番、3ティーミング。一応第一印象、プライマリーサーベイ、ターシャリー、セカンダリーサーベイ。この順番でやっていくので、プレゼンもそのように組み立てていただいているはずです。はい、病院到着後の第一印象はノットシックで意識は生命でお話もできまして、で痛がっている部位は、まあ、右の腰の方を痛がってます。そうですね。そうちょっと突っ込んでもらっていい。多分第一印象を見るポイントが何かあるんだと思うんだけど、僕もあまり記憶してなくて。あれですよね、まあ、全体的なノットシックっていうのは印象っていうのはこれも大事なのと、会話可能、これもいいよね。疼痛部位っていうのは、まあ、ここではあんまり関係ないかな。どっちかというとやっぱりこの姿勢で見てることは何なんだっけ。まあ、呼吸止めこと、呼吸っていうのは、なるほど、息をしてるか、うん、呼吸、胸の上がり方とか、あとはそうだね、例えば気性の呼吸がないかとか、そういう呼吸様式とかでね、あとは手が濡れてないか湿ってないか、つまり要はまとめると ABCD を評価して、で
印象としては多分あの3次救急の時ってあの数人で取り掛かるんだけど、つまりあの今回のこの病院でやると個人プレーで終わるからいらないんだけど、実際にはみんなで同じ方向を向いて意識共有しなきゃいけないから大声で宣言しなきゃいけない。で入ってきた時にこの人は A と D の異常ですとか C の異常ですっていうのを宣言する。だからそのためのステータス評価なので、まあ疼痛部位は腰部っていうのも重要だけど、どっちかっていうとね、あの呼吸とか脈がどうかっていう情報ですね。もうあとは相関かね、相関が必要そうかどうかっていうのを瞬時に判断して、処理台に乗った瞬間相関の構えてるやつがいるみたいな5、6 人で取り囲むことが多いので、結構役割分担したりするんじゃないかなと思いますけど、はい、まあ、第一印象は、まあ、ざっくり言うと、まあ、ノットシックってことですかね。はい、プライマリーサーブやエアウェイの会話は可能で、プレス、まあ、胸郭の動揺とか呼吸の左右差はなかったです。補助呼吸筋の使用とかもなしです。中央 C のサーキュレーションとサービカルスパン、血圧は OK で、四肢の麻痺と、頸部の自発はありませんでした。ディスアビリティは意識や生命力、GCS もフル、四肢麻痺なし、瞳孔も22で、対抗者ありあり。で、エンバイロメント、体表には表立った外傷や出血はありませんでした。一応、ファストは陰性で、ER に来た時のバイタルも、現場のバイタルと大して変わらないような形でした。はい、OK ですね。先生、プライマリーサーベイ、何のためにあるって思う？うん、難しいかな、なんか分かる、何のために存在してるか、プライマリーサーベイ。プライマリーサーベイって何だろう？見落としをなくすため。見落としをなくす。そうね、何を見落としたくないですか？死ぬかもしれない。あ、そうそう。それですね、死ぬかもしれない生理学的な異常、兆候を見逃さない。プラス、蘇生をするってことですね。蘇生をするためのセッションです。で、かつ大事なことは、この順番に蘇生をします。まあ、この順番とか、ABC の順番で蘇生をすると。基本的には、A や B が蘇生されてない状態で B にはいかないみたいな、そんなようなイメージですね。まあ、なんとなくわかるでしょ。我々の体にとって最も大切な O2 の、入り口は気道なので、その気道を開通させるっていうのがまず第一であると。で、次にその取り込んだ O2 を全身にこうくまなく運ぶのは、まずの肺ですかね。呼吸ということで、まあ、ブリージングの、蘇生を行うと。それがクリアできてるんだったら次サーキュレーションということで、まあ、循環の蘇生を行う、まあ、こういう順番でやっていくのがプライマリーサーベイの要になります。いいですか。総論としてはそうで、まあ、現場に少し落とし込むと何を探してるかってことで、なんかこう言いたいことは分かるけど、じゃあどうすればいいんだってことはよくあるじゃないですか。何を探すのかな、要するに疾患ですよね。こういう見逃したくない死に至る疾患があるので、プライマリーサーベイが存在する。何ですか、キーワードは。知ってると言いますか。ショックは C ですね。ここに書いてあるんですけど、タフな 3X ですね。タフな 3X。知ってます？まあ、書いてあるから言っちゃおうか。まあ、タンポナーデですよ、T はね。タンポナーデって分かるよね、新タンポね。で、A はエアウェイ。これ、順番がね、ちょっと ABC ではないのにあれなんですけど、まあ、これが超知識的な胸部外傷とかね、外傷ってことで覚えてもらえばいいと思いますけど、まあ、タンポとそのエアウェイの計測ですね、フレイルチェスト。フレイルチェストってなんかペコペコしたやつね。肋骨が3本以上折れてしまう、多発で折れてしまっているようなものですね。で、T は、X は3つあって、テンションのニューモソラックス、緊張性気胸ですね。であとは、開放性の気胸、オープンのニューモソラックス。で、3つ目の X は、マッシブ。
ヘマストラックスということで、まあ、大量結氷、このタフな 3X を、まあ、見逃さないように、まあ、しましょうということです。ここまでいいですか。まあ、なので、まあ、ぶっちゃけ ABC なんですよね。まあ、D はおまけみたいなものということで。で、まあ、E に関しては、まあ、でこれだからちょっとね、修正させてもらいますと、ファストっていうのは C なんですよね。C のコーナーでやると。まあ、ファストはね、こう、何点かな、1、2、まあいいや、後で出てくると思います。で、あとは、出血なしっていうのは、見た目の出血じゃないですか。これも C なんですよね。活動性の出血があったら、まずそこを止血するって、まあ、当たり前じゃないですか。ね、その活動性の出血があるかないか見るっていうのは、まあ C です。四肢の麻痺に関しては、まあ、D ですかね。頸部の自発っていうのは、まあ、ここのプライマリーサーベイには特に含まれない項目なんじゃないのかなというふうに思います。あとはバイタルサインもおのおの ABCD に落とし込むことは可能かなと思いますので、まあ、そんな順番で評価をしていくんです。でちなみにここに書いてある見ないといけない項目は全部チェックしてまあ、暗記をした上でいつでも使えるようにしてもらえるといいんじゃないかなと思いますのでそのつもりで今後は行ってください。いいですか。で、合言葉は、D の異常ですね。 D の異常で GCS が8点未満だったらセカンダリーサーベイの初めに CT を取るっていう、まあ、これ念仏だと思ってください。まあ、プライマリーサーベイで何かやるわけじゃないんですけど、まあ、D に異常があって GCS が8点未満だったらまあそういうことです。で E は何で存在してるかっていうと外傷ってさ死の山頂で死ぬことが多いんですよ。死の山頂って何？死の山頂は心波形の変化か。あ、それ死亡確認してるな、お前。お前、死亡確認してるな。生命兆候。ちょっと待て。低体温と、アシドーシスと、あれなんだっけ。凝固障害。凝固障害。まあ、これが、外傷でよく起こりうる病態なんですよ。で、患者さん、とりあえず脱がすんだよね。全部。脱がすというか切るというか服を。だから患者さん全裸になっているので皆さんが一生懸命処置をしているとあっという間に体温が下がってただでさえ出血をして低体温になりやすいのにさらに体温下がって気づいたら29度でしたみたいなことになっちゃうことがありますので、まあ、基本的に加温するんですよね。あったかいさベアハガーみたいなやつで温風が出るよねって加温するんです。そういうために一応 E があるんですよね。忘れないように低体温いいですか。ということでごめんね、プライマリーサーベイをまとめるとどう。さっき小野先生が言ったじゃん、この人は A の異常があります。何もない、はい、何もないね。プライマリーサーベイは何もないですっていうことです。なので三里のその二次救急に来る方なのでなかなかプライマリーサーベイで引っかかることがある人がほとんどいないのでちょっと現実味がないんですが、まあ、一応外傷の人来たらこの辺をざっとね精査していただいて、まあ、プライマリーサーベイは問題ありませんって言ってください、はい、ちなみにここには書いてないんですけど、胸部の X 線と骨盤のレントゲンも多発外傷ではプライマリーサーベイに含まれます。わかるでしょ。タフな 3X 大量結氷とかレントゲン取ればすぐわかるでしょ。骨盤、ね、不安定型骨盤損傷ってわかる。不安定型骨盤骨折か、ね、恥骨がガバッとか開いちゃってたりこう左右差があるとか逆にこう開いちゃい閉じちゃったり仙骨とあそこのところが開いちゃったりするとあの辺ってすごいこう静脈層が多いから骨盤のところで出血しやすいんだよね。でそういう時はとりあえず骨盤をこう締めるとかもしくはもう内腸骨動脈を側線で詰めちゃうとかっていうことはしばしばやられます、は
はい。熱くなっちゃうんだよね。大変なんだよ、やっぱり。喋りすぎだよね。いや、そうなんだよ。はい、セカンダリー。ごめんなさい、セカンダリーサーベイは、の要は何ですか。JTECの教科書には、まあ、プライマリーサーベイはまあ生理学的な異常をこう、生理学的なコーナーで、セカンダリーサーベイは何とか的なコーナーなんですけど、何的コーナーだと思いますか。何的異常を見つけるコーナーだと思いますか。生理学的異常。セカンダリー、何だと思う。わかる。まあ、解剖学的な異常ですね。例えばプライマリーサーベイクリアしてるからすぐに死ぬことはないんですよ。ね、まあ、ただ異常が出たらまたプライマリーサーベイに戻るわけですけど、まあ、基本的に落ち着いてるだったらゆっくりとどこが痛いかな、どっかから出血してないかなとか見ていけばいいでしょう。まあ、これも感染症の検索と一緒でトップトゥーボトムで見ていくっていうことですかね。多分これもトップトゥーボトムで見たのかな。特に痛いところを中心に最初見てもいいけどね。はい。はい、一応、頭胸部は貧血なくて、胸部は心音水、心臓の支配音も整備した。腹部骨盤は右の腰痛ありまして、脊骨の圧とか骨盤の寄せはありませんでした。視野は麻痺がなくて、眼角異常もなく、両側の側肺も触れました。一応、硬直症障害とかもなさそうでした。追加の病歴調査では、受傷時にはシートベルトをしていたということです。エアバッグの差がなかったということです。じゃあ、夜に死ぬときは、もう頸部の違和感とかは消えてました。はい、ですね。まあ、ここは軽く流しますけど、病歴聴取のところで、まあ、救急隊がまだいますから、プライマリーサーベイって、まあ、わちゃわちゃやってるんだけど、まあ、その片隅でちょっとフリーな人もいるわけでしょ。フリーな人は救急隊からいろいろ情報を聞くわけですよね。どんな情報を知りたい？救急隊が知ってて我々が知らない情報、まあ、こういうのもそうだ。現場の情報を知りたくない。 どんなのが参考になりそう。キーワードというか、あの想定してほしいのは高エネルギー外傷をイメージするような救急隊が持ってる現場の情報、どんなものがある？車がどれぐらい破損してる？そうそうそう。なんか基準みたいなのあったっけ？例えば横転とかだったり、あとは何でしたっけ？まあバイクだと2メーター以上とかなんかいろいろありますけどね。細かいの。あと同乗者がいない。そうですね。同乗者の死亡とかはもうそれだけで出てくる。やばいっしょ。ね。同乗者が死亡しててその後ピンピンしてそうだったら、いや多分なんかあるんじゃない、消化管穿孔してるんじゃないとか、そういうのがあるので、そういう情報は聞いた方がいいですね。だからここで書いてないけど知ってたら教えてほしいのは、ハイエースの後方のへっこみ具合、あとは相手の車のへっこみ具合は知りたい情報ですよね。どこに聞いてないかな。はい、いいと思います。あ、ここにも書いてありますけど、一応病歴はですね、マンプルチェックってことで、まあ当たり前なことが書いてありますけど、ここにない情報としては、まあアレルギーとかね、起用歴はさっきなんか書いてあったね。あとはあんま聞いて参考になるのか僕にはよくわかんないけど、一応最終接触ね、麻酔科医はなんか気にするよね、最終接触、うん、まあ、よく一応ルーチンで聞くようにはしていると思います。やっぱりあれですかね、相関の時のことを気にして。そうだよね。まあ、でも必要だったらもう相関してるからね、みたいなのもありますけど、まあ、一応聞いとくことです。はい、セカンダリーサーベイのじゃまとめをすると。まあ、一応右、腰痛ありますけれども、あります。右腰痛ね。うん、なので、セカンダリーサーベイはこの右の腰痛の原因を調べていくことになる。何？腰痛は、捻挫。あ、いや、特に検査してない。あ、レントゲン取りました。腰のレントゲン取った。頸部の違和感って何なの？そんなのあったっけ？
最初がもう良くなってるからですね。ここも一応調べる。はい。なるほど。普通の XP かな、じゃあ。はい。あ、はい。じゃあ見てみましょう。まあ、追加情報なんですけれども、仕事中の事故だったということで、起用は2型の糖尿病高血圧高脂血症、療養薬は、まあ、以下のようなものでいます。アレルギーはありませんでした。で、まあ、頸部の違和感というのと、腰部が痛いということだったので、頸椎と骨盤のレントゲン撮影をする方針としました。はい。多分そのうちに箕輪先生が、パン CT、外傷診療における CT の見方みたいなのを教えてくれると思いますので、それはもう最近 CT ってすぐ取れちゃいますので、プライマリーサーベイがクリアしてるんだったらね、それでまあこう脳底動脈のところから鼠径ぐらいまでのところをバーッと取っちゃうんですよ、造影 CT で。それでまあ見るべきポイントをざーっと最初30秒ぐらいで見て、でその後戻ってくるみたいな読み方がありますので、それはまた今度、今日出てこない。一応スライドがあります。でも多分、ほぼ喋んないと、時間なくて。そこは多分、箕輪先生が予定されてるらしいんで、そこでやってもらえればいいかなと思います。ちなみに、ハイブリッド ER って聞いたことある？ないかな。プライマリーサーベイってさ、クリアしないと CT 室って死のトンネルだから行けないみたいなことになってるじゃん。なかなか行けないんだよね、そうすると。で、処理台に乗って CT 室に移すっていうのも大変じゃない。なので、処理室の中に処理台があって、でその子に CT もあって、でさらに血管造影もできるっていう、まあ、外傷に特化した部屋があるんですよ。まあ、そういうところだと、もうその部屋で全部まとめてやってしまうことができるので、まあ、リーズナブルじゃリーズナブルですね。はい、もし見たければ自治医大埼玉医療センターの有名センターにあります、もしくは北東病院にあります。はい、いいですよ。頸椎のレントゲンを撮影しましたけれども、まあ、大手機の骨折とか、まあ、あといろいろ測ったんですけど異常ありませんでした。この測ってるのは3722ってやつかな。はい、そうです。説明してもらっていいですか。その次のスライドに。あ、そう。ありがとうございます。南部組織間の距離を測りました。そこの名前覚えてないけど、貫通しと気前面の距離っていうのはこの一番上のところね。と僕。CT でいつも見ちゃうの、こうやって見られないけど。なんかわかんないですよね。うん。見たかったら CT でもいいと。あとこれ、開口位は取ってんのね。はい、取ってないんです。ここね、貫椎首突起ってこうなってるでしょ。首の付け根のところね。で、そこがさ、脱臼とかしちゃってると、ボコってなるから、ここの距離が3ミリ以上になったら異常だよっていう。意味の3。この辺 1.7 だけど、3ミリ以上が異常だよってこと。で、C3。ごめんね、なんか、ウェブで見てるとわかんないんだけど、ここの距離ね、C3 なんだっけ？まあ、なんとなくわかるでしょ。この喉の裏あたり。喉だよね。裏あたりの距離が7ミリ以上だと、何がやばい？まあ、出血してるかもしれないってことは、軟部組織が腫れてるってことは、出血してる可能性がある。でその結果、30分後にはこう気道閉塞になるリスクがあるので、もうさっさと送還した方がいいんじゃないみたいな話になります。まあ、同様なことは、この C56 あたりだと思いますけど、C56 あたりの前の軟部組織のこの幅が22ミリ以上の場合は、同様のことが言えるということですね。だからこの首の不安定性と軟部組織の出血を一応頸椎で今見たんですね。はい、あとは救急医の好きなの ABCD まであるかな。ね、頸椎の強化をするときはアライメントを見るんですよ。アライメント。ここね、ここ、こことここと、ここ。わかるでしょ。脱臼とかしてると、こ
ここがこうボコってなったりするからアライメントが不正になるわけでしょ。アライメントのこの3つの線がきれいになってるかっていうのも、でボーン一個一個のボーンを見て骨折とか潰れてないかっていうのを見る。 C はキャリティーし、あの違うかもしれないけど、あのあれはなんだ、椎間板、あ、そうです、はい、椎間板、ここね、ここの椎体と椎体の間をまあ一個一個見ると。で D がさっき言ったディスタンスで距離、ね、3722の話、この ABCD をまあチェックしましょうって言ってのことがよく頸椎の評価では書いてあるかなと思います。はい、これは何も問題ないね。頸椎カラーの解除、どうやって解除したかって大事ですね。一応まあ頸部の違和感は生じしていたのと、まあ、麻痺もなくてしびれも認めませんでした。で頸椎の動作時もあはなかったので、ちょっと頸椎カラーを解除しました。はい、あの頸椎に骨折とか脱臼がなかったとしても頸髄は見えてないじゃん。CT でも分かんないし、レントゲンでも分かんない。頸髄損傷はあるかもしれないので、あの、不用意にカラーを外すと、えらいことになることがありますので、注意してほしいんですけど、この頸椎動作時痛がないっていうのは、患者さん自身に首をこう、四方向に動かしてもらって、手のしびれが多いですけどね、手のしびれが生じないかっていうのを確認した上で、外すっていうのが一応定石ですね。前提条件は意識が生命であるってことですけど、ね、はい、骨盤のレントゲンですけれども、まあ全体的に左右は対称で、恥骨骨折の理解とか肩の骨折とか、まあ、特に骨盤の連続性は保たれてて骨折の所見は認めませんでした。骨盤の見方もあの10箇所ぐらい見るポイントがもう決まってますので、それはちょっと後でこれに書いてあるかもしれないし、ネットググればすぐ出てきます。ざっくり言うとプライマリーサーベイで骨盤を見るときは不安定型骨盤骨折があるかないかってことを見ていただければいいので、まあ、ここのあの骨盤輪っていうんですかね、ここのまん丸がちゃんと保たれてるのかとか、さっき言った恥骨の結合のところがガバッと開いてないか、2センチとか3センチとか確か定義があったと思いますけど、そういったような不安定性を要するようなものがないかっていうのをチェックします。まあ、多くはここ骨盤輪見るとすぐ分かることが多いですけど、ちょっとここの、まあ、結局まあ10個です。まあ、10個をざっと見ちゃっていいと思います。ER 診断と ER で行ったことのまとめなんですけれども、頸椎および骨盤に明らかな骨折はなかったんですが、腰部の痛みは継続していたため、鎮痛薬処方し、まあ、友人に整形外科受診として帰宅としています。そうですね。外傷はその場で問題なくても、後から骨がずれたりしてきて、骨折が明らかになることもありますので、大丈夫だよということはあんまなくて、後から出てくることよくあるから、その時は、整形受診してっていうふうに言うのが無難ですかね。はい、まあ、高齢者で、ということは高齢者で重病がよくわからない外傷で抑えるべきポイントはありますかということと、二次救急で高度外傷がはいないんですけど、やっぱ高齢者の肋骨骨折とか結腸はよく来るので、そういう中でどっか送った方がいい症例などがあったら教えていただけるとありがたいです。であと自衛隊か私も勉強不足であんまり教科書頸椎と骨盤のページぐらいしか読んだことないです、はい、これが今から後半と来週で学びましょうか、はい、高齢者で状況がよく分からない外傷で抑えるポイントありますか？だから先生には多分頭の頭部ルールと頸椎ルールの時は言ったと思うけれど、病歴は不確かな可能性があったら基本的にはやりっていう方向でいいんじゃないかな。だからこの高齢者がどれぐらいの高齢者なのか、はっきりして高齢者なのかどうかっていうのって多分あんまり答えがないと思うから、もう迷ったらやりっていう方向でいいんじゃないかなと思うけどね。再現性がない返答してるとかね。
高齢者だから痛みにが若い人より感じにくいとかあるかもしれないけど、さすがに痛くならないってことはないと思うんだよ。だから例えば新規どうして例えばカナディアンネックじゃないとスパインルールとかだと例えばその情報が確かだったらそのまま CT ってなるかっていうと、やっぱりしびれとかそっちの方だとは思うんで、まあ痛みの診察は普通にやるとして、その他ちょっと認知症とかがありそうで整合性が取れない情報っていうのはまた分けていいんじゃないかなっていうのがちょっと昨日言われて思ったことですね。 JPEG においての高齢だからどうこうっていうルールはあんまりないと思ってる。夢セット送った方がよし、俺、まあ、手に負えないなと思ったら送ってください。まあ、よくあるのは、出血が制御できないっていうことですかね。はい、あとは、その出血の箇所が2箇所、3箇所あると、まあ、それをどのように止血していくかっていうストラテジーとかも大事になってきたりすることありますけど、まあ、なかなかちょっと三里だと今、止血がね、血管内治療とかがすぐにできたりするわけではないかもしれないですし、なかなか手がかかるんですよね。とにかく多発の場合はその手がかかってしまうと対応できないことが多いですので、ABC をできるだけ安定化した上で転送するっていうのはありだと思います。あとはいつも通りね、脳出血とかしてたら転送するしかないんじゃないかなと思いますけど、うん、ざっくり分かんないっていうよりも、一応プライマリーサーベイで異常があって、ここでは対応できない症例に関しては転送するっていうのが総論的な答えですかね。はい、ちょっとだけごめんなさい、いくつか気になったところ今、前々からずっと言おうと思ってたこといくつかあるから、ちょっと今のうちにもう言っとこう。まず、40歳代、これね、40代かな。で、歳を入れるんだったら、代が、多分代数、なんだ、代形の代になるのかな。あ、そうなんだ。それと、あと、よくあるミスとして、対抗反射ありありはちょっとダサいかもしれないね。正確に言うんだったら、日本語だったら例えば迅速とか、英語で言うんだったらプロンプト、遅いのが、スラギッシュか、ナッシュがアブセント、ありありが一番ね、ちょっとダサいかもしれない。迅速。そうですね。うん、日本語だったらそうでしょうね。あと、JTEC にもし準ずるとしたら、ここはディスファンクションオブ CNS って書いた方がいいっていうことと、呼吸の左右話。肺音声は、これは、PS で結構重要な所見だから、PS で聞いてるかもしれない。逆に貧血な人がは、まあ、もちろん貧血あったら確かにやばいってなるけれど、どっちかっていうとさ、SS って今言ったように解剖の話なんだよね。だから、頭頸部だったら、頭頸部の、触診かな。例えば、胸骨骨折だったらここをしたら痛いじゃん。でもし触診じゃなくて診察するんであれば、例えば歯の噛み合わせで咬合不全があったら、あ、肩骨骨折かなとか、バトル兆候とか、それ触診以外だったらそういう診察で、胸も肋骨の圧痛とか、ね、後頸部の圧痛、あ、そうですね、うん、後頸部正中に、ね、圧痛があるかとかね、その他も全部押していていいかっていうのと、肉眼で出血がないかっていうことでいいんじゃないかな。つまり普段の書き方とちょっと方向性がやっぱり外傷っていう時点で、もちろん外傷かどうか分かんない人って来るじゃん。そっちの方がむしろ多いのかもしれないけど、三里だとその場合は全部取っていいと思うけど、やっぱりこの場合は外しっかり全部こうやって痛いですか痛いですか痛いですかみたいな感じで診察していくので、ちょっと書き方が変わるのかなっていうのが思ったところですね。あとこのカラーのことも書いてなかったからあれなんだけど、頚椎カラー解除の時ってさ、ちなみにこれ頚椎、まずそもそもレントゲンを取るルールに引っかかりそうかどうかってどう思う？ちょっと微妙かな。またそれいずれやるけど、実はあんま引かないよね。基本的に多分
救急医がよく知ってるのが3つあって、JTEC、米国のネクサス、カナダのカナディアン、CCSR か、カナディアン、ちょっと忘れちゃった、スパインルール、クリニカルスタイルか、多分ね、ほとんど撮影しない方向にはなるはずがあるんだよ。まあ、ただ、この人はいろんな怪我の上で撮影すると。で、逆にじゃあ、そのルールは置いといて、ルールっていうか、ルールの中では撮影する方向に、例えば仮に100歩ずつになったとする。その時に、レントゲンで評価が不十分だったら、その時は次の CT に関係がっちゃうんだよね。で、この人、開口医撮影しないから、もしこのルールのまま行ったら、CT、この人は。あるいは、これもよくこうやって、ね、手を下に引っ張んなきゃいけないんだけど、そうしないとね、C7 とか映んないからね。それが映んなかったら、それも CT になっちゃう。ただ、実際にはルール外に、この症例とかルール通りやんないから、全然、開口医を撮影しない、全然いいと思うし、手を進展してない、CT も撮影してない、別にいいと思うけど、一応ルール上だとそうなるかなっていう、一応前提なんでね、今日はね。それぐらいかな。はい。ありがとう。じゃあ、ちょっと小野先生のレクチャー、総論。こういうの後ろのやつですね。なんかまた、今日、飛沢さんはまた違うキャラクターで。お子さんでしょうかね。新井がいるじゃん、今日。珍しく。はい。はい、スクリーンじゃなくて、ポイントオプションか。はい。JTEC ですね。僕もこれ、ちょっと昨日ググって、あ、そっか、これの略なんだって、なかなか調べないから忘れちゃう。一応こういう略ですね。日本の独自のものです。で、米国だと ATLS っていうのは有名ですけど、まあ、日本の、比較的新しい、そんな何、もう何、超大昔ってわけではなくて。箕輪先生、PTLS で日本に持ってきたんだけど、JTEC に負けたんだよね。流行ってない。箕輪の PTLS が流行ってないじゃん。その辺があったんでしょ、これ。なるほど。力関係で。林先生が結構、いろいろ、作ってますよね、略語とかね、派閥があるんですよね。で、目的はもうただ一つで、これに尽きるんです。一応まあちょっとあんまり実践的じゃないけれど大事なことなんでちょっと話しますと、なんかよくわかんないあれになってるけど、これトラウマレジストリーから出してきた JTEC に載ってる、JPTEC のかな、載ってるやつなんですけど、外傷死亡のうち実際に中性予防死亡数っていうのを出すと、その1700例のうち660例しか本当は死なないんじゃないかって、つまり3分の1しか本当は死なないんですよ。ちゃんとやんなかったから死んでるんだっていうことなんです。つまり何が言いたいかというと、まあ、僕たちがもうちょっと真面目にやれば防げるっていうことなんですよね。で、そのための JTEC になります。で、そういうのが多分やり方を知らない人がやるから死んじゃうってことなんでしょう。そうですね。あとはまあ単純にどこでもチェックできるわけじゃないから、正直どこまでやってもその数になることは永遠にないんです。ただ一応理想論の話ではそういう話です。あ、ごめんなさい、ちょっと今日の流れなんですけど、まず最初ちょっとプレホスピタルの話は触れないわけにいかないから、ちょっと一瞬した後そこから JTEC の話になります。で、 JTEC は、まあ、最初概略やりますけれど、一応流れとしては2番から始まります。第一印象、PS、SS、忘れ物チェック。この流れです。はい、まあ、仮に患者が元気だった時の話です。患者が元気じゃなかった時は、やばい時は、まあ、この後もね、ICU に入ってから、外傷治療というのは引き続き継続されるわけですね。で、プレホスピタルの話、プレホスピタルというのは、要は病院前、救急ですよね。患者がまあ重症だったときにロード&ゴーって言って、もうそんな評価なんかしないんで、とっとと運べっていうシグナルが、サインが出ます。で、これが、まあ、JPTEC の場合にはこう出すかどうかっていうのが一番肝になるわけですけど、まあ、例えばこうエネルギー外傷とか ABC の異常とか、明らかにもう生命に関わるような異常があると。で、こうエネルギー外傷では、まあ、一応参考にこれは、JTEC から
まあ、こういうものが要は高エネルギー外傷を予測するものであるという、これが定義というのは、これは予測するものであるということですね。で、つまりミストという言葉があるんですけど、ちょっとあえて、ごめんなさい、あえてというか、忘れたんですけれど、ミストってメカニ、語呂なんですけど、M がメカニズムなんです。要はメカニズムも結構重要だから、こういう情報から、まあ、要は、我々はこの患者はやばいっていう、一つ判断する指標になるわけですね。で、どうしてこの患者をとっとと運ばなきゃいけないかっていうと、これはごめんなさい、JTEC の教科書をそのまま持ってこようとしたら、あまりに画像質が悪かったから、自分でちょっと作り直したんですけれど、患者が死ぬときは3段階あって、一つはまあその場で即死、例えば脳脱とかね、列車にひかれて脳脱、よくあるのが、ドクターカーで行って、最初の信号で電話かかってきて、脳脱なんでお帰りくださいって言って、U ターンしてくる。これも僕たち のやることじゃないと思います。で、僕たちが頑張るのはここの防ぐことなんですね。大体、まあ、早期死亡っていうのはまあ2時間、3時間以内ぐらいに、起きるから、だからまあ大体1時間ぐらいのこの時に、治療開始を目指すっていうふうなことになります。で、まあ、バンク死亡っていうのは ICU でセプシスになるとかね。だから、こう、早くしなきゃいけない。だけです。じゃあプレホスピタルの段階で病院にいる医者ができることは何かっていうと、まあやっぱりこういう準備とかでしょうね。確保するとか、あとは機材とかを準備する。そこでまあ、あとはまあよくみんなっていうのはストレッチしたりね、準備してます。ストレッチしてるんだな。そうですね、やっぱ高ぶるからやるんでしょうね、みんな。これは多分 JTEC のそのスライドそのまま使ってるのかな。大体概略はこんな感じです。上が PSA に下が SS です。で、上の PS っていうのが、まあ、さっきも、松本さんが言ってくれたように、生理学的評価っていうのをして、で、次は解剖学的評価。で、ただどっちも考えるのは、大体なんかこう、なんていうんですかね、順番通りに見るのが決まって、上は ABCDE っていうふうにやるし、下の場合には、トップとボトムでやっていくってことになりますけれど、で、まあ、このプライマリーサーベイ、PSD 異常があったら、そこで蘇生をやって、解決するまで次に進めません。これ、すごく大事、次のスライドも出しますけれど、大事なルールです。で、セカンダリーサーベイの場合には、正直、まあ、おそらく大した問題にならない異常なので、まあ、ゆっくり全部済んでから、専門家に相談して、降雪だったら手術の予定出したりとか、そういうことになるわけですね。ですから、まあ、今回やる肝は、ここの大、この PS なわけです。SS はね、ちょっと正直あんまり話何もしないです、今日は。だから逆に言うと、しっかりみんな細かく SS は診察する、それだけでいいんです。しっかりいろんなところを触りましょうってことですね。で、最初にやるのは、まあさっきも、佐川先生言ってくれたように、最初のファーストインプレッションを、手術室に入る前に、迎えた段階でやるんですけれど、まあ お決まりのこの格好ですね。見て声かけて、首胸。これ、テーマちゃんと作ってね、これ。この格好で、うん、これ、いろんな教科書に、救急のいろんな教科書に、ちょっとずつ違う絵が載ってます。でも、同じ姿勢なんだよね。はい。で、まあ、PS に入るわけですけど、まあ、ごめんなさい、PS に入る前の一番最初の、じゃ患者が来ました。最初にやることは、このベルトを外すことですね。どっちから外すか。はい。で、一般的にはこういうバックボードで、さっき先生、カラーって書いてあったけど、本当にカラーだけだった。バックボードなかった。思い出せないかな。カラーで、バックボードとかで、で、あと、この頭の固定をしてる場合には、それは、頚椎固定じゃなくて、言い方的には全脊柱固定っていう感じになると。で、ベルトを使って、で、頭のところには、ヘッドモビライザーっていうのを使って、このクッションだね。してると。さあ、どっちから外そう、頭側と体側。どっち、佐川先生ね。まあ、首を守ろうとしてるわけなんで。体。うん、それは。いい感じの間違い。頭から外すね。なぜかっていうと、あのね、結構ね、外傷で本当にやばい人たちってね、めちゃくちゃ不安な感じで来るんでね。要は臓器障害があったら分かんないけど、ああみたいな、何が辛いの聞いても分かんないとか、別に答えられないわけじゃないんだけど、ちゃんと答えられないみたいな。で、そういう状況で体を先外すと、スネーキングって言って、蛇みたいにこうなって、
要は頚椎損傷とかあるときにもっとひどいことになるから、上から外す、で次に下す、これ大事。ここはあんま時間かけるところじゃないから、ちょっと本当はいっぱいいろいろもっと話したいんだけど。で、ちょっと原則言っとくと、まあ、PS の問題でバイタル不安定な状況になっちゃってんだったら、もうそこを解決してから次進むと。あとは、まあ、いつも通りです。見て聞いて感じる。これが一応、ごめんなさい、原則ですね。で、ここからいよいよ PS に入ってきます。で、ABCDE だね。じゃ順番にやりますよ。軌道評価と、確保。で、あとは、一応、頚椎保護っていうのがあります。先に軌道評価の話。観察時点で軌道緊急の有無がありそうだったら、もう、それはエアウェイの異常ってことになる。あるいは、ただ、実はね、これだけでもよくなくて、この先、軌道緊急になる可能性がありそうかなっていう、まあ、経験である程度養われることになるんですけど、つまり今、何が言いたいかっていうと、あれ、本当に話せればクリアなのか。今まで散々言いましたね。声が出るか。それでエアウェイ、声が出る。はい、エアウェイ、OK。なんだけど、じゃあ、これさ、この人話せんのよ、普通に。この人本当にエアウェイ OK なんだろうかっていうね。どう見てもダメだよね。何かこの後ね、ひょっとしたら血が垂れ込んで大変なことになるかもしれないから、一応まあ、今後どうなりそうかっていうことも考えると。その時点で喋れなかったらアウトだよ。あるいはゴロゴロしてる、これもアウト。だけど、今後ダメそうになりそうな可能性も含めて A の評価になります。それ以外にもぶっちゃけ、その、基礎感適用ってのはあるので、ちょっとこの後。やります。で、まあ、見て聞いてエアウェイの異常を感じる。具体的には、指針で、まあ、損傷がないか異物がないか聞くのは声が出るかとゴロゴロしてないか、あとは、まあ、今後の、未来がどうなるかっていうのをある程度予測すると。一応ですね、PS の段階で頭周辺見るので、この時に頚椎もちょっと見ます。で、これは JTEC の時の頚椎画像評価とかをしようっていう時のルール、スクリーニングだね。こういうのがあったら一応画像評価しますっていう内容がありますけど、一応米国とかカナダとか他にもいろんなルールがあるわけですね。ちょっと注視してるのが、救急隊が頚椎カラーをしてくるから、頚椎カラーを外すルールに乗っけるとか、カラーをしてないから、その後評価しないんじゃなくて、我々が判断しなきゃいけないので、たとえしてなくてもその場でしなきゃいけない処理にはするし、しなくていいんだったらもう別に何の診察もしなくて外すっていう、まあ、ただ責任的にちょっとほとんどやらないことだけど、だから自分たちで本当に頚椎保護の適用があるのかっていうのはちょっと考えなきゃいけない。で、あ、そっか、ここでごめんなさい、ちょっと入れるの忘れてたな、スライド。で、首の診察が必要です。で、首の診察は頚椎を見るのにも関係してるけれど、軌道許可にも、例えばここに大きな傷があったら大変なことになるから、その時にカラーを外すして診察するんですが、必ず2人1組でやること。つまり、カラーを外すから1人が誰か頭を押さえる。で、指示が入る人だったら、必ず首は動かさないでくださいねって指示しながら、首の診察をするっていうのが重要です。で、首の診察のことを入れてなかった。で、まあ、今のところで異常があったら、まあ、もう相関なわけなんですけれど、ちょっと相関の話一回置いといて、次、PS のブリージング B に入ります。で、B はどんなことを見るかっていうと、まあ、一つには見て聞いて感じるね、呼吸数、サチュエーション、呼吸様式や頚静脈動長期間位。ここら辺はちょっとカラーを外さなきゃいけないところですよね。カラーを外す。ここでやったのか、俺なんか相関の準備してるけど、ごめんなさい、その手前で評価の段階ですね、これは。で、聞いては、まあ、呼吸音とか、感じるは比較しようがないか。まあ、はっきり言って、サチュレーションが低かったら相関ですよね。ただ、サチュレーションが低くない中にも、呼吸の異常で相関、必要そうな時っていうのはあるから、ちょっと、それだけにとらわれないとね。やっぱ呼吸様式の方は、結構大事だと、個人的には思ってます。で、ここまでで、プライマリーサーベイの AB の評価の話がして、この後ごめんなさい、ちょっと A の処置、今飛ばしてたのは、ここで説明するからなんです。プライマリーサーベイの AB の、異常があった時の処置、これはもうシンプルです。一言。何かっていうと、どう？この3つの共通点は何か。なんか、落語みたいになりそうだから、ちょっとやめとこう。管を入れる。
ね、だから AB の異常あったら管を入れるなんです。まあこれは相関だし、これだと臨時工場緩膜切開で季節チューブみたいなものを入れると極度に入れるというふうに管を入れるっていうふうに一応言えるので、まああんまり覚えるの難しくない。PS で AB 異常があったら管を入れる。だからこれが解決しないうちに次には進まないようにしてください。もちろん人が多いから同時に進行で評価してていいんですけど、必ず相関を先にすることね。はい。で次、3つ目、サーキュレーションね。サーキュレーション、多分ね、ここが一番難しい話になります。複雑です。だからちょっと時間かけてやりたいところですね。まず、サーキュレーションの異常がどうやって認知するかっていうと、これも一緒です。合言葉は見て聞いて感じる。なんだけど、ここだけはちょうどいい語呂があるんですよ。多分これもあれから林先生が作ってるのは、ショックっていう語呂があります。これは、まあ、一応有名なんで、まあ、別にあえてこれを使わなくてもいい。今までのね、松先生が言ってくれたように、例えばリビエロとか、いろんな大事なこと、今までいっぱい先生たち習ってきてるから、別にその感じ、敗血症の感じと何か違うか、別に変わりないです。ただ、一応語呂がありますという紹介ですね。順番にスキン、ね、一緒だよね、ハートレート。アウターブリングが明らかに外表上のやばい出血がある。CRT も大事だからね、キャベレリーフィルターよね。意識がちょっとなんかぼんやりしてるとか不穏とか、これも結構ね、ショックなことが多いですね。あとは血圧ですね。意外とこのね、活動性の出血を見落とすことがあるので、それは念頭に置いといた方がいいかもしれないですね。なんか生理学的証拠にとらわれすぎてね、実は、あれこの人、なんか、血圧低いな、とか言って、ダメでしょ。で、まあ、それでショックだと認知したと。じゃあ、初期治療をしましょう。まあ、何かやるかっていうと、まず最初は普通に点滴ですね。ただ、敗血症みたいに、1.5 リッター入れるまで待っちゃダメだからね。もう最初のちょっと入れても、あ、この人は輸血が必要だなって判断しなきゃいけないと。で、この時点で、改善してくるかどうかですね。改善したら次のプライマリーサーベイ進んでいいですけど、改善しなかった時の合言葉っていうのが、まあ、一応入れて止めるっていうのがあります。で、ごめんなさい、その。入れるは輸液じゃなくて輸血。輸血ですね。ちょっとごめんなさい、ここの話ちょっとすっ飛ばしたな。原検索のとこの話なんですけれど、一応、まあ、見て聞いて感じるっていう言いましたけれど、外部で体表の出血がないか。で、内部は、まあ、さすがに、ね、診察だ、身体診察だけだと分かんないことが多いから、まあ、我々の、相棒といってもいいエコーを使います。あとはレントゲンね。さっき松田さん言ってくれた通りです。レントゲンは C の評価です。で、この時に、まあ、どんな異常が見つかるかっていうと、さっき言ったタフな 3X とか、あとは MAP っていう言葉があります。確かこの2つは、ね、林先生が作ってるところ、語呂なんですよね。マップっていうのは、まあ、一つには、大量血胸で、腹部の出血と、後腹の出血、この3つですね。順番に、上から見れば分かることです。胸、腹、骨盤。ここの3箇所で血は出るわけです。で、血胸以外にもショックになるのがあって、それは基本的には、胸部外傷で起きるわけなんですけれど、タフな 3X っていうのは、胸部外傷の、致死的な疾患の語呂のことを言います。心担保、気道閉塞、フレイルチェスト、あとはスリーですね。これが、まあ、プライマリーサーベイの、そのサーキュレーションの評価の時に、ルールアウトしておきたい病気ですね。だから、ショックで認知して、まあ、原因検索として、エコーやレントゲンを使って、タフの 3X や、マップを、まあ、見抜くということですね。じゃあ、見抜いた。次、じゃあ、治療の話です。あれ?あ、そっか。これ、それはあれだ。ここでごめんなさい、あるのか。ちょっと受賞規定の話、ごめんなさい、一回挟みます。そんなゆっくり時間かけるわけないんだけど、一応ですね、腹部外傷とか胸部外傷の時は、受賞規定からもある程度病気を予想できるよっていう話ですね。自転車のハンドルだったら、まあ、十二指腸とか膵臓とか。シートベルトコンってこれね、でもラップベルトって言って、こういう横のやつだね、斜めのやつではここら辺はあんまり起きない。あとは減速性の、今回の場合も、今回後ろからついてたのが減速じゃない、こういうものが起きる。スピアリングっていうのは、要は、槍でこう刺すように。
打つっていうね。で、ここでごめんなさい、治療の話ですね。で、入れて入れて止めるっていうのが言葉で、フィックスチーって言い方がありますけど、ちょっと覚えにくいから、なんか、覚えにくいし、今俺忘れちゃったから、いや、入れて入れて止めるっていうのが基本的なキーワードになります。で、まあ、入れてっていうのは、まあ、今、まあ、先生が言ってくれたように、輸血と相関と緊急止血時です。で、相関も C の異常があったときに相関もします。まあ、以前言ったようにね、ショックっていうのは、その酸素の、需給バランスで、それを抑えるって目的もあるし、あとは処置とかが今後始まっていくから、そういう意味でも相関した方がいいし、鎮静も必要になるしね。そういう意味でも、C の異常では相関が必要になることが多いです。で、緊急止血手術、これはちょっと少し難しい話なので、ちょっとここ、今日ははっきり読み飛ばそうと思ってます。で、入れて入れてなんだけど、じゃあ、さっき言ったように、輸血どのタイミングでやるのか、これ、すごく難しい話なんですよね。まず、輸液に対して反応があるかっていうので、ある程度、目星をつけます。で、レスポンダー、トランジェントレスポンダー、ノンレスポンダー、というふうに言うんですけど、米国の場合にはここに、ミニマルレスポンダーっていうのが1個増えるのかな。これで大体出血量を予測するんですけれど、もう反応しない場合はもうやばいからね。この場合はもう輸血はもう重々で最低でもオーダーはして、もうおそらく開胸回復になるわけです。で、トランジェントレスポンダーっていうのは、少しだけ上がったやつは一応ノンレスポンダーだからね。しっかり上がったのが下がってくる場合には、これもやっぱり止血術が必要になる可能性があるのと、輸血が必要になると思っておいてください。で、どれぐらい準備するかっていうのは、これは、今日は話すつもりはないです。一応そういうプロトコルがあって、世界的にはこういう、そういうのを使います。じゃあ、どうやって輸血するかっていうと、一番大事なのは、太い点滴ルートだと思ってください。まあ、できればね、16ゲージとかやりたい、ね。殺人的な太さですね。まあ、最低でも20ゲージかな。22とかなし。で、確保できないだったら透析かって言って。でもやっぱり時間かかるからもう、太いルートをね、3つぐらい確保するっていうのが、本当は一番いいんですよね。で、やり方としては、ポンピングとか、あとはちょっと、こういう機械とかを使ったりもします。今日話すことじゃないかな。で、止める、ここもちょっと飛ばします。それぞれ出てる場所を、止血しなきゃいけないので、例えば、胸腔内だったら開胸するし、腹腔内だったら回復するし、口腔内だったら、この場合はちょっと止血だけじゃなくて固定も必要なんですけれど、要は骨盤骨折の固定と、あと止血っていうのをやります。コードブルー見たことある人？お、ヤマピンのやつ？結構、あれだと結構ね、勉強だね。この後出る、ここ書いたね、パルモナリーハイアムティストとかわかる？これ、わかる？はい。肺を回転させるんです。多分ね、2回か3回ぐらいコードブルー出てるんじゃないかな。そう、うん、で、肺靭帯を切除するんだっつって、ね、肺靭帯をつって、で、その後回転させろっつって。っていうさ、はい。さあ、そんなことはどういう意味だ。まあ、これもいいや。ちょっと手術では、こういうのがあるっていう話なんで、ここはちょっと飛ばして、で、次、評価の中のレントゲンの話に移りますけれど、レントゲンっていうのは、あんまり時間かけないで時計してください。大量結胸とハートロック骨折と、あとは気胸ね。これ、気胸は外で取るから、分かりにくいことがあって、ここディープサルカスって言って、こう、深いところまで、なんかこう、透過性がこう知ってるっていう、この横隔膜の下のね。これが一つの気胸の主権ですね。PSD 見るのは、この3つだけでいいと思いますんで。で、骨盤も PS だったら、まあ、もう骨盤輪が保ってるかっていうだけ。もうこれが保ってなかったら不安定骨盤です。で、救急医だったらこの次の11個は記憶するべきだと思いますけど、ここでは皆さん、まあ、骨盤輪が保ってるかどうか、それだけでいいかな。で、ここは結構大事な話で、ファストなんですけれど、超音波で、まあ、出血がないかっていうのを見ます。見るのは、結胸と腹腔内出血と心嚢、この3箇所をまあ基本的に見るわけで、で、大事なルールとしては、素早く何度でも、スピーディーに何度でもやるということですね。素早くはまあ大体1分以内で何度でも、まあ、決まってないんですけど、一つには、やった時間を宣言してください。で、見る場所は、三角形のこの頂点を
見るんですけど、その、2つ三角形なんで、つまり合計 3×2 の6箇所見るって言われてます。ちょっとまあ、時間もあれだから、ごめんなさい、飛ばしていきますよ。新株アプローチで、まあ、左は普通のね、心臓ですけど、右は心脳性が保ってると。胸腔は、ここが横隔膜ですね、肝臓の。でここに胸水が溜まっている。モリソンかね、要は肝臓と腎臓のところの境界にこうやって水が溜まってくるという。これ違うな。なんか余計なそれでいくと思って。皮周囲ね。こっち、名前は皮周囲。脾臓の周囲で皮周囲になります。ここが脾臓と腎臓の境なんだけど、ここにちょっと液体が溜まって。で、こっちはもうめちゃくちゃ溜まってる。膀胱直腸化。これ膀胱直腸化、もう本当の言い方確かね、膀胱周囲なんですよね。あの女性か男性かによってあの変わるからね。あとは E-FAST って言って、ちょっと肺エコーも一応組み合わせましょうっていう一応意見もあります。要は気胸は分かります。正常だとこういうふうにラングスライディングって言って、あの胸膜がこうやって動いてるのは分かるんだけど、気胸があると全然動かないように見えると。ですね、今日やることじゃないから一応気胸の診断はレントゲンよりも超音波の方があの診断性能は高いと言われている、ね、特に感度が感度の方が高いで、これが PS でここまでが、ごめんなさい PS の C のところですね。あのショックで認知してで、まあエコーやレントゲンを使って、原因を特定して、で、あの、鑑別になるようなマップやタフな 3X だった。で、治療としては、入れて止める。ここが一番今日のちょっと肝でした。で、最後は、まあ、最後っていうか、あと2つか。要は中枢神経の異常ですね。で、ここはまあ、皆さん知ってるんで飛ばしましょう。3つの L があると。で、GCS の M がちょっと覚えにくいときは、一応こういう体操があります。知ってる？あ、みんな知ってるね。じゃあ、ここもよかった。飛ばせることがあるのいいね。で、切迫する D、覚えてるという人。なかなか、覚えにくいと思うんだけど、頑張って覚えましょう。GCS8 点以下。あるいは2点以上の救急のレベル低下。で、ノーヘルニア直。さあ、この切迫する D があったときに、我々がやらなきゃいけないことが3つあります。せいぜい。1個だけでもいいし、全部言ってもらっても。CT って言葉だけど、とちょっと不十分。CT。なんとかなんとか、ゲームに CT。バイタルは安定していて。PS をクリアしたと。クリアしたとね。なんとかの最初に CT。セカンダリーサーブの最初に CT。その通り。OK。じゃあ、先生、次で。他。あと、ちょっと難しいか。なかなか聞いてもないから、難しいね。相関、この後おそらく舌根沈下して、あるいは処置が必要になる可能性もあるし、ということで相関します。で、最後が意外と一番重要かもしれない、農業コールということで、その場で穴開けられる人がいたら穴開けてもらっていいんですけど、バンホールだね。これもコードブルーで、まあ、もう挟まれてるから、その場でここだっつって適当に開けちゃえとかやったりしてましたね。実際書類室で結構穴開けます感じで。で、これが最後かな。PS の最後だね。エクスポージャー、エンバルメンタルコントロール。2つあります。さっき先生、片方だけだったと思うんだけど、まず、はだけさせることね。なぜかっていうと、セカンダリサーブをしっかりするため。でもう1つは、今言ったように、死の山頂の1つが低体温なので、しっかり保温すること。血も止まんなくなっている。で、セカンダリサーブはちょっと巻いてやっちゃいますね。トップトゥーボトムアプローチで、背面観察を忘れないことと、あと、さっき PS で異常あったらそこで解決するまで先に進むなって言ったけど、SS でもう一回 PS の異常が出てくることがよくあります。その時はもう一回戻ってください。最初から PS やり直し。領域調子のアンプルとかは別に普段やってるから、アンプルっていう語呂の通りやなくてもいい。で、3番は必要あれば全身 CT です。で、切迫する T があれば SS の最初に。なんで、まあ、頭部 CT も入れてってことですね。で、必ず ABC で安定してること、安定しなかったら、これは死のトンネルと化します。で、最後、忘れ物チェック、フィックスっていうところがあります。まあ、なんで、こんなふうに誤認したかっていうと、まあ、結構忘れられるんですよ。高面降りてるとこ、CNA固定しないとかね、結構あるあるなんですね。はときもね、忘れるよね。これは、まあいいや、ちょっと。結構忘れるんです。はい、僕も忘れます。
あとはね、まあ、実は耳の、まあ、要は鼓膜が損傷してるとか、あるいは、頭蓋底骨折があるとか、そういうこともありますしね。こういうものを忘れないようにしましょうっていうだけです。一応ごめんなさい、ここまでが今日絶対話したかったことで、一応スライド、みんな見れるんだよね、スライドがね。だからちょっと、概略だけ言っとくと、さっき、致死的胸部外傷、タフな 3X って言いましたけど、で、致死的タフな 3X プラスアルファっていうのがあります。パッドベッド 2X。相当見ることはないと思います。横隔膜損傷は、個人的には見たのは2例で、1例は自分が39秒やってる時で、もう1例はコードブルーで言いました。あれ、VV 入れた人も横隔膜損傷だった。あ、自治でもあったか、うん。そうですね。そうだそうだ。3例になった。これ、ね、結構診断難しいんですよ。で、あれ、この人なんか出血もしてないのに、全然輸液しても治らないみたいな。よくあるんです。よくない。よく見逃されちゃうんです。あるのに。あとは、ファンスキャン CT は一応こういう読影ルールがあるっていうだけなので、まあ、ここもちょっと見といてください。はい、まあ、ファンスキャン CT は3段階あるって話と、これが最後かな。一応、外傷のスコアっていうのがあって、これを皆さんが自分でつけることはないと思いますけど、覚えておくに越したことはないと思うんで、いっぱいいろいろあるんですけど、覚えておくのは AIS と ISS だけでいいと思う。AIS っていうのは、解剖で、9つの部位に、分けてそこのスコアをつけていくんですけど、6点がもう即死レベルね、1点がもう何ともないと。で、それの9つのうちの3つを、一番重い3つ選んで事情を足してた合計したのが SS で、これがまあ大体15、6点ぐらいから重症って言われてますので、まあ、ひょっとしたら産児医療センターに行って、この人は ISS 何点です、ああやばいねっていうディスカッションが、これが知ってれば加われるって程度かな。これで一応話は終わりです。で、今後の話なんですけど、一応シミュレーショントレーニングをやろうと思うので、ちょっとね、スライドで見といてほしいんですよ。ちょっとなかなかこの30分で分かんないと思うから。大事なことは今言ったように、PS と SS で、その PS は必ず異常があったらそこで立ち止まって、順番通りやって、で必ず立ち止まって原因解決させること。SS 進んでも PS の問題あったらそこに戻る。PS が解決しないうちに SS 進んじゃダメだし、CT なんて、ごもどなっていうことです。あとは一応手持ちのスライドがここら辺はあるから、一応まあこれここら辺はできるので、まあいい症例があったらやろうと思ってます。という感じです。はい、ありがとうございます。なんか質問ありますか？ちょっと一回閉めちゃいますね。一応外傷って結構救急の原点的なところがありますので、学べることは、まあ、仮にこういう重症な患者さん来なくても、まあ、救急の原点として学べること多いと思うので、ちょっとよく復習して、外傷のシミュレーションは多分なんかいろいろ喋ってもらうというか、コンダクターというかね、やってもらうと思うんですよ。実際になんかこう自分が見てるような感じでやっていくことを想定してると思いますので、ちょっと今日やった基本的なところは一回自分の中で咀嚼しといてもらえると来週いいシミュレーションができるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします。来週も同じぐらいの人数ですかね。うん、そう思う。じゃあ多分2人ぐらいでやっていこうと思います。はい、Zoom で参加してくれてる人なんか質問あるかな。新井くん、なんかある？あ、大丈夫です。なんか言えよ。ええどこに言えよ。いや、まあ、特にないです。何やってんの？え、今さっき家に帰ってまいりました。あ、そうか。お疲れ。はい。あ、お疲れ様です。はい。じゃあ皆さん、今日お疲れ様でした。参加していただいた皆様、ありがとうございます。はい。